ブランドコミュニケーションの PR マネージャーを務めている小山大作と申します。対外的にラッシュがどんなブランドなのかということを正しく伝えて理解してもらう、そしてファンになってもらう、そんなお仕事です。ブランドコミュニケーションにいる人たちはいいも悪いも個性が強いなと思う人が本当にたくさんいるんですけども、ラッシュのブランドのことを本当に心から好きで働いている人が多いなと感じます。またグローバルにいるチームメイトとも日々意見を交わしながらいろんなプロジェクトをやって新しいものを作り上げていくっていうところが非常に刺激的な仕事だなと思ってます。毎日の日課は節子というワンちゃんとの散歩です。熊本の震災でレスキューされたワンちゃんなんですね。私にとって一番大切なのは家族と友達です。みんなこのラッシュのブランドと同じように、例えばセクシャリティに対する偏見とか人種なんかの差別とか、そういったものが本当に一切なくて、人のことを尊敬し合って一緒に暮らしていける、そんな人が集まっているなと思います。半年前にやったことはもう今はやっていないって言っても過言ではないほど、スピード感を持ってこう常に前進あるのみといったところがですね、非常に刺激的だと思ってます。自分が持っている才能とか好きなこと、得意なこと、そういった誰もが持っているような輝ける要素を、自分らしくもっと輝けるように機会を与えてくれる、でまた前進する勇気みたいなものをどこか背中を押してくれるような感じで与えてくれるのがラッシュだなと思います。